100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつか父さんみたいに大きな背中で、いつか母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも超えてゆける家族になろうよ。いつも自分のことばかり精一杯で、親孝行なんてできてないけど、明日の私はそれほど変わらないとしても、与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかあなたの笑顔とよく似た男のこと、いつか私と同じ泣き虫な女のこと、どんなことも超えてゆける家族になろうよ。いつかおじいちゃんになった僕らとモアナで、いつかおじいちゃんになったマトリと、もう一度みんなでまた飲める日を楽しみにしてるよ。めぐちゃんならきっと大丈夫。幸せになれよ。即興バンドのチームモアナの皆様方です。
モアなんというのが小林様が経営をなさっているバーのお名前ということで、横浜からご出席をいただいておいらっしゃいます皆様です。改めてご紹介をいたします。ウクレレを弾いていただきましたのが小林秀樹様、山田学部様、そしてベース高井義則様、ピアニカ藤井要様、そしてトライアングルの三つ岡祐介様、小野雄一様、そして高井義則様もご披露いただきましたのが、しました広瀬です。あ、新井です。はい、ありがとうございます。さらに冒頭にご覧いただきました VTR 編集してプレゼントしてくださったのが福井正隆様でいらっしゃいます。素晴らしいお祝いをご披露いただきましてありがとうございます。今一度皆様に大きな拍手をお願いいたします。皆様もご一緒にお楽しみいただきありがとうございました。以上、お二人への今日のプレゼントのお時間でした。どうぞ引き続きお話も伺いつつ、ご歓談ご会食をお楽しみください。